弾丸論破シリーズスーパー弾丸論破にさよなら絶望学園スーパー弾丸論破にさよなら絶望学園はスパイクチューンソフトから2012年7月26日に発売されたプレイステーションポータブル用ゲームソフトで弾丸論破シリーズ本編の第2作であるテーマはサイコトロピカル今回のノンストップ議論では論破の時に反論が 起きるという新要素が追加されたほか、人物指名、MTB、ひらめきアナグラムクライマックス推理も使用変更された。さらに前作に比べて、アクションゲームの要素が強化され、スノーボードゲームさながらの、ロジカルダイブや相手の発言を切って、議論を進行させる、反論ショーダウンといった、新要素の追加により、ゲーム攻略難易度が格段に上昇している。 謎解き部分の推理量に関しても、不完全な推理材料での学級裁判や難易度調整などという形で対策が行われている。また、前作の難点であった、親睦を深めるのに手間がかかる、やり込みが少ないといった問題に対する対策として、おまけ要素が充実しており、本編中では、電子ペットを育てる、万歩計が追加され、別モードでは、 本編のサイドストーリーに相当するアクションゲームとして魔法少女ミラクルものみがクリア後の特典として前作弾丸論破希望の学園と絶望の高校生のイフストーリーにあたるサウンドノベル弾丸論破イフ本編序盤の修学旅行開始時点でのイフストーリーにあたるシミュレーションゲームアイランドモードが収録されている2013年10月10日に 弾丸論破1.2リロードが、プレイステーションビータにおいて発売された。本作と前作をセットにしたタイトルであり、PS ビータの解像度に合わせたグラフィックの、高画質化や、前作部分において一部要素の追加が行われている。2016年4月18日には、PC 向け色版、弾丸論破に、グッバイディスペア s の Steam での販売が開始された。 対応 OS は Windows、MacOS 10, Linux。これに先立ち同年2月には1作目も発売されている。発売当時はテキストは英語のみで音声のみ英語、日本語両対応だったが、2016年8月5日のアップデートにて1作目とともにテキストの日本語、中国語表示に対応した。開発はスパイクチューンソフトとアブストラクションゲームズが担当。 2017年5月18日には弾丸論パ1.2リロードがプレイステーション4で発売。2017年7月28日には Dmm.com PC ゲームフロアでも Windows Mac OS 天版の販売が一作目と共に開始された。起動に使用するゲームクライアントが異なることを除いては Steam 版とほぼ同内容。 2020年8月20日には iOS、Android 版スーパー弾丸論破にさよなら絶望学園アニバーサリーエディションが発売2021年11月4日には Nintendo Switch 版が発売予定超高校級と称される卓越した才能を持つ現役高校生だけが入学を許される国家公認の私立校希望が峰学園主人公 ヒューガはじめは、強い憧れだった希望が、ミネ学園に、念願の入学を果たした。入学式の日、ひなたが目を覚ますとそこには、扉があり、扉を開けた先の教室には、ひなたと同じ学園の新入生たちが集っていた。しかし、ほどなく生徒たちは教室に閉じ込められてしまっている、ことを悟り困惑する。そこに突如現れたのは、謎のキャラクター、ウサミ。 陰卒役を名乗る宇佐美は、唐突に修学旅行の開催を告げる。教室の外壁が外れるとそこは、南国のリゾート地、ジャバオック島だった。驚きのあまり海岸に倒れてしまったひなたは同じく、新入生の小前田だなぎとに起こされる。その際、自分の持つ、超高高級の才能を含む過去に関する記憶が、思い出せなくなっていることに気づく。宇佐美の話では、 他の生徒たちと仲良くして希望のかけらを集めることが目的の平和な修学旅行のはずだったのだが、ひなたたちが思い思いに島を探索していたとき、突如として謎のぬいぐるみ、モノクマが襲来する。生徒たちを守ろうとしたウサミはモノクマに敗北し、大事な杖を破壊され、モノミに改造されてしまう。あっけに取られる生徒たちに、 モノクマは、島から脱出するためには、他の生徒を殺さなければならないという、殺し合い修学旅行の開催を宣言。修学旅行のしおりに、新たなルールを書き加えた上、ひなたたち生徒全員が、何者かによってここ数年間の記憶を奪われている、という事実を突きつける。唐突な事態の連続に戸惑う、ひなたたちだったが、自らリーダーを名乗り出た。 超高校級の温存師、重心白夜の提案により、オールナイトパーティーを取り行うことになる。だが、それが、悲劇の始まりであった。前作と異なり、学園生活ではなく、修学旅行であるため、ゲーム内のルールである前作の、拘束が、修学旅行のしおりに変更されている。また、 修学旅行のしおりは、うさみの執筆部分とモノクマの執筆部分とに分かれており、うさみの執筆部分に関しては特に罰則はなく、モノクマの執筆部分に関してのみ、前作同様の重く生産な罰則が与えられる。前作は完全な 3D マップだったが、本作では、島の徒歩移動は横スクロールになっている。スクロールは、方向キーでスキップすることができるが、 個数がカウントされないためペットを育てる場合などは注意しなければならない。修学旅行のしおり4までがうさみによるルール、5以降はモノクマによるルールとなっている。この島では適度の暴力は禁止です。みんなで平和にほのぼのと暮らしてくださいね。お互いを思いやって仲良く生活し希望のかけらを集めていきましょう。ポイ捨てや自然破壊はいけませんよ。 この島の豊かな自然と共存共栄しましょう。引率の先生が生徒たちに直接干渉することはありません。ただし規則違反があった場合は別です。生徒内で殺人が起きた場合は、その一定時間後に全員参加が義務付けられる学級裁判が行われます。学級裁判で正しい黒を指摘した場合は黒だけが処刑されます。 学級裁判で正しい苦労を指摘できなかった場合は、拘束違反とみなして、残りの生徒は全員処刑されます。生き残った苦労は、特別措置として、罪が免除され、島からの帰還が許可されます。3人以上の人間が死体を最初に発見した際に、それを知らせる死体発見アナウンスが流れます。監視カメラやモニターをはじめ、 島に設置されたものを許可なく破壊することを禁じます。この島について調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。殺し合い修学旅行で同一の黒が殺せるのは二人までとします。基本的には前作と全く同様。仲間たちとの交流や新たに広がったマップの探索が可能で、 本編の謎にあたるメインストーリーの展開や次の事件に向けた伏線が進行する。マップ内は一部を除いてショートカットによる移動が可能だがアナログパッドによるスクロールで移動することにより講述の電子ペットが成長する仕様となっている。またプレゼントアイテムが得られるカプセルトイである前作のモノモノマシーンは砂浜にあるヤシの木。 物のものやシーンに変更され重複確率の変化がミニキャラによりわかりやすくなった。さらに一部アイテムはゲーム内のスーパーマーケットに設置された自動販売機で入手可能となった。他に前作では対象ポイントを調べた際にモノクマメダルを直接入手する仕様だったが本作ではチャプターごとに5体ずつ隠された隠れモノクマを発見することで ボーナスメダルを入手できるようになった。前作と違い、新規に開示されたエリアにのみ配置される。事件発生による捜査パートであり、基本的なルールや展開は、前作と全く変わりがなく、手がかりとなる、ポイントすべてを調査すれば、学級裁判に移行する。前作同様、遺体発見時に、モノクマファイルと呼ばれる検視報告書が配布され、それを元にして、 現場検証や証言、証拠品集めを進めることとなる。ただし、本作では前作ほど、調査時の十分な証拠固めや推理ができない仕様になっており、その分学級裁判内での他の人物の発言や、議論の展開に、重きが置かれるようになっている。基本ルールは、前作とほぼ同様。ミスにより発言力が例になると主人公の日向が、 黒として指名されてしまい、黒以外の全員が押し置きされてゲームオーバーとなる。アクション難易度の上昇により、前作と比較するとノーミスクリアが難しくなっている。参加者はそれぞれ検事、被告、陪審員を兼ねる。これに加えて、本作では議論のやり玉に挙げられた人物を本人や別の人物が擁護する弁護の要素が加わった。 全体的なシステムの前作との違いは、学級裁判が長丁場となるため裁判中盤で中断が設けられていること、及び前作では各議論フェーズごとの採点結果が表示されていたが、本作では各フェーズ間がシームレスとなり、学級裁判終了時まで採点結果がわからない、仕様となったことである。議論の具体的な内容に関しては、 下記の通り大幅に変更されている。なお、校舎に関しては、前作のリマスター版でも逆輸入されている。学級裁判の全体効果のスキルはソニアが所持する。戦亡の発言力。急登流が所持する。七光、電子ペットのうさみが所持する。脅威の集中力の他に発言力が上昇する。注目の発言力。集中力が増加する。 抜群の集中力。各フェーズのタイムリミットが少し長くなる、兆候。正しい答えを回復する、発言力の量が増加する、カリスマ。ノンストップ議論や反論ショーダウンのスキルは、終わり里が所持する、桃色筋肉、花村が所持する、テイスティングの他に、コトダンの発射感覚が短縮される、トリガーハッピー。ノンストップ議論や、 ひらめきアナグラムのスキルは、標準の移動速度が遅くなる、シフトダウン。標準の移動速度が速くなる、シフトアップ。ノンストップ議論、ひらめきアナグラム、パニックトークアクションのスキルは、積み木が所持する、性感マッサージの他に、精神集中時及びフィーバータイムの時に集中力の、消耗が遅くなる、右脳解放。 精神集中時およびフィーバータイムの時に時間とともに発言力が回復する妄想。ゲームの進行に伴うキャラクターの退場によりそのキャラからのスキルが得られなくなるという欠点への対策として大半のスキルは仲良くなると入手できる希望のかけらを消費してスキルを入手する形となった。親密度によるスキル入手要素も残っており、 各キャラの希望の欠片を最後まで集めると専用スキルが入手できる。特定のペットを育てることでもスキルが入手できる。また、会話や操作の進行や歩数などにより主人公のレベルが上がる仕様となっており、このレベルがそのままスキル装備に必要なスキルポイントの上限値となっている。前作で登場した操作に関連するタイプのスキルはほとんど削除され、 ほぼ完全に学級裁判用となった。入手したスキルは主人公のレベル上限まで設定可能だが一部重複する効果を持つスキルの併用は不可能になっている。声はゲームおよびアニメ版のキャスト、縁は舞台版でのキャスト。人物に関してはセリフの枠外ではカタカナ表記されている。紹介順は公式サイトの紹介順に習う。 物語の展開上、物語が進んでいくと殺害されたり黒として処刑されるなどで生徒の数が減っていく。その他、ノベルモード、弾丸論破イフのみに登場する前作の登場人物は、弾丸論破希望の学園と絶望の高校生、登場キャラクターを参照。スーパー弾丸ラジオ、小形恵美の絶望学園放送部は、ゲーム発売に先駆けて、 2012年7月16日から12月28日まで、アニメート TV と、音泉と、響きラジオステーションにて配信していたラジオ番組で、ある。2012年7月13日には、弾丸論破シリーズ開発スタッフをゲストに呼んで、大霊会が配信された。スーパー弾丸論破にザ・ステージさよなら、絶望学園、シーナ・大イチクラ・リナ、 二千儀周平はダイジェストでの出演。スーパー弾丸論破にザ・ステージさよなら、絶望学園2017、高野優衣、山口真希はダイジェストでの出演。スーパー弾丸論破にさよなら、絶望学園アニバーサリーエディションに関するカテゴリー。ありがとうございます。